差別化ポイントあれば教えていただければと思います。セルフ脱毛では一部屋に2人まで一緒に入れるんですね。一緒に入った2人のシェア脱毛は価格は1人分で大丈夫なので。素晴らしい。シェア脱毛ってことを今めちゃめちゃいいかなと思うんで、シェアで脱毛する時代が来てますので、人生メンズ脱毛、こんにちは、田社長です。今回は神奈川県相模原市にありますのにこれから向かいたいと思います。で、旅のブログはまた動画の後半で上げていきますので、ぜひ興味ある方は最後までご覧ください。で、実は今日午前中に違うサロンさんに撮影に行ってまして、神奈川県川崎市にありますレイドさんの動画のところにね、僕の旅の Vlog 前半載ってますので、そちらとこちら見ていただくと今日の僕の一日が、分かるという感じになってますので、ぜひ興味ある方は最後までご覧いただければと思います。では早速本編どうぞ。人生にメンズ脱毛、こんにちは、田社長です。今回は神奈川県相模原市にあります、ローズマリーさんにご相談を持ってもらって、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はオーナーと対談ということなので、サロンのね、詳細を僕が根掘り葉掘り聞いていきたいと思いますので、神奈川県にお住まいの方は、ぜひ脱毛を検討していただければと思います。まずね、お店の名前の由来からちょっと伺っていきたいなと思います。ローズマリーっていうお店なんですけど、ローズマリーの花言葉が変わらぬ愛なので、お客様に愛されるお店にしたいなと思ってつけました。素敵そうだなと思ったんですけどやっぱり素敵でした。素晴らしいお名前だと思います。覚えやすいですしね、一回聞いてね、覚えてもらえたら語呂もいいですよね、うん、お店の場所をちょっと分かりやすいなんか目印とかあれば教えていただければと思います。篠部駅の北口から徒歩3分、方向としては松木代とかフードワンとか篠丸のこの先にあるので、そこを目指して来ていただければと思います。ありがとうございます。動画概要欄にリンク貼ってあるんですけど、僕は駅から来ましてめちゃめちゃ近かったです。しかも道も簡単でした。僕でも来れるぐらい簡単なんで、ぜひ概要欄のチェックからお願いします。予約方法伺ってもよろしいでしょうか。ホットペッパーと電話でお願いしていて、問い合わせだけだったら LINE で大丈夫です。ということで、予約はまあホットペッパーメインということなんで、こちらがおすすめです。気になることとかご質問あれば LINE とかでも受け止まっていただけるということなので、ご来店前に心配事があればぜひ LINE でご質問いただければと思います。では早速本題に行きたいと思うんですけど、一番大事なお店のコンセプトから伺ってもよろしいでしょうか。とにかくハイパワーの最新脱毛器を導入してますので、毛がしっかり抜ける効果を実感できる脱毛さんを目指しています。あと、コース契約ではなくて都度払いで気軽に通っていただきたいと思っています。ということなんで、ハイパワーで結果重視のサロン様ということなので、本当に抜けのいい脱毛をね、体感していただければと思うんですけど、母体がですね、実はアイラッシュサロンになってまして、中もすごく綺麗で、もうショートムービー流れてると思うんですけど、店内もおしゃれでね、居心地のいい空間です。で、アイラッシュサロンの母体ということなんで、スタッフの方もすごく慣れてらっしゃいますし、いい接客をね、受けれるかなと思いますので、効果を重視して気持ちよくお帰りいただけるサロン様かなと思いますので、ぜひ神奈川県の方、皆さんチェックしていただければと思います。続きまして、ターゲットの客層をちょっと伺っていきたいなと思います。脱毛初めての方ももちろんなんですけども、都度払いなので、無料脱毛とか、アイス脱毛のコースで通ってたけどもう終わってしまってっていう方で、まだ生えてきちゃうっていう人などが仕上げで来てくれればいいかなとか、ラテンの脱毛で毛が抜けなかったっていう悩みを持ってる方とか、ハイパワーなので使っていただけたらと思ってます。結構神奈川県って大手のサロンが多いんですけども、抜けきらなかったとか効果出なかったなっていう方も非常に多いと思うんですけど、そういう方はぜひ卒業まで最後ね、都度払いと言いまして、一回一回お金を払って施術を受けられるシステムなので、エステって何十回何十万っていうイメージがある方も多いと思うんですけども、ローズマリーさんでは都度払いなので安心してご来店いただけますし、自分が納得するまでお通いいただくことができますので、ぜひそういう方はね、来ていただいたりとか、あとやっぱ今通ってるけどちょっと効果いまいちだなって方は、皮下重視のサロン様になってますので、効果をお求めの方はね、ローズマリーさんに来ていただければ間違いないかなと思います。お客様は男女両方とも大丈夫ですか。はい、大丈夫です。結構女性の雰囲気がね、強いんですけども、男性も全然 OK ということなんで、悩んでる女性とか男性非常に多いと思うんですけども、そういう方でもしっかり抜けますので、完全に個室で間仕切られてる感じですもんね。はい、なので男性も女性も恥ずかしがらずに来れるスペースかなと思いますので、ご来店いただければと思います。年齢差とかどうですか。お客様の年齢層は、年齢層は幅広くいらっしゃってるんですけれども、小学校のキッズの方とか、はい、学生さん、松江区サロンに通ってるお客様のご主人、ああ、10代の方とかもヒゲとかで、はい、
本当に小学生ぐらいから年配の方まで幅広く男女問わず来れるということなんで、男性とか脱毛のハードル高いと思うんですけど、奥様とか娘様とかお子様のご紹介でも来れるということなんで、そういうのは入りとしてはめちゃめちゃいいんじゃないかなと思いますし、キッズの脱毛すごく今ブームでして、中高生結構当たり前みたいな、小学校高学年ぐらいで気になる子は親御さんが連れてきたりとかするところも多いので、ぜひこれ見てる親御さんをね、お子様もし気になってらっしゃったら気軽に通えますので、ぜひ一度お問い合わせいただいてご来店いただければ良さが分かると思いますので、よろしくお願いします。続きまして支払い方法とプライスちょっと伺っていきたいかなと思います。支払い方法は現金、クレジット、QR 決済、一通り大丈夫ですね。じゃあ大丈夫です、はい、価格の方はホットペッパーから初回クーポン出てるんですけども、はい、代表的な人気メニューとしては、女性の場合はスタッフによる全身脱毛 VIO 顔込み13,980円が5,900円でまず初回めちゃめちゃ安いです定価でもめちゃめちゃ安いですけどね。定価でも多分大手の3分の4分の1ぐらいですね。それがさらに5,980円で受けれるということなので、試すには間違いなくお得なクーポンなので、まあ一回定価額でね試していただいて、良ければ通っていただければと思いますし、通っていただいてもかなり料金はリーズナブルになってますので、間違いなく効果が出て適正価格で脱毛ができる店だと思いますので、ぜひ女性の方ね、そちらのクーポンをご利用いただければと思います。男性とかはありますか？男性はセルフ脱毛主になんですけれども、ヒゲにおすすめなのが10分地方で3600円のところ2600円のクーポンが出てます。安い。めちゃめちゃ安いですね。で、ハイパワー回数がやっぱハイパワーだと少なくするので、うん、1回当たりの単価も安くて回数が少なければ圧倒的にコスパよく買えるということなので、10分だったらヒゲ全体ね綺麗に打てるかなと思いますので、まずヒゲから入っていただくといいかなと思いますし、セルフもあるということなので、セルフでしたら恥ずかしがらずに男性でも来やすいかなと思いますし、セルフ結構当たり前になってきてますので、その辺から試していただくといいかなと思います。女性は全身脱毛顔と VIO も込みで5,980円、男性はヒゲセルフで10分ちょうだいということで2600円ということなので、かなりこれも安いかなと思うんで、ぜひ概要欄のリンクから一度ご来店いただいて試していただけると良さが分かるかなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。続きまして、お店の差別化ポイント、競合も多い神奈川県ですけども、差別化ポイントあれば教えていただければと思います。セルフ脱毛では1部屋に2人まで一緒に入れるんですね。なのでカップルでデート脱毛したりとか、お友達とシェア脱毛したりとか、お母さんがお子さんを着てあげたりする親子脱毛などもすごく人気なので、そちらはちょっと差別化できるかなと。めちゃめちゃいいですね。セルフだと手の届かない背中とか打ちづらいところとかもあるんですけど、カップルの方とかご夫婦の方とか親子でお子さんにやってあげたいとか、お子さんにやってもらったりとか、すごくいいかなと思いますんで、セルフって結構一人で行かなきゃいけないっていうイメージがあると思うんですけど、ローズマリーさんでは二人で一部屋入れるということなので、手の届かないところも打てますし、お子様にやってあげたいとか、彼氏にやってあげたいとか、旦那さんにやってあげたいっていうこともできますので、ぜひそういう方は二人組で来るのは、ね、僕も結構おすすめなので、ぜひそちらはね他にないところかなと思いますので、試していただける良さが分かるんじゃないかなと思います。一緒に入った2人のシェア脱毛は価格は1人分で大丈夫なので、お得です。素晴らしい。セルフだとどういう風に時間で分けてらっしゃるんですか？10分、はい、10分、20分、30分、はい、50分、1本分かれてるので、はい、2人だと50分ぐらい時間取っていただいて、うんうんうん、ゆっくりやっていただけたらいいかなと思ってます。50分ぐらいだとお二人で入っても一通り気になるところは全部打てるかなと思いますので、シェア脱毛って言葉いいですね。最近介護脱毛とかも言葉としては先走ってますけど、シェア脱毛って言葉を今僕初めて聞きましたけど、めちゃめちゃいいかなと思うんで、僕も自分のことのように流行らせていきたいと思うんですけど、動画見てる方もね、ぜひ二人組でシェアで脱毛する時代が来てますので、ぜひね打っちゃったりとかして、50分が僕もおすすめだと思うんで。50分でいくらですか？50分7,600円。めっちゃ安いです。めちゃくちゃ安い。なのでお二人で50分で入ったらかなりコスパいいので、ぜひ二人組でのご来店もお待ちしておりますので、よろしくお願いします。続きまして、ネクステを今回導入していただいてるんですけど、お選びいただいた理由を伺ってもよろしいでしょうか？第一にハイパワーっていうところをずっと重視して探していて、今回2代目購入なんですけれども、はい、1代目がちょっと物足りなくて、お客様をもっとなくしてあげたいのに、はい、っていう思いがあったので、うんうん、今回ネクステ選ばせていただきました。ありがとうございます。あと、会場の人柄、はい、ありがとうございます。本当に僕は人柄まで褒めていただいて幸せ者です。本当にね、ありがとうございます。 YouTube とか、はい、見させていただいてて、はい、アフターとかも徹底してるし、アフターサロンの紹介に来てくれなくて絶対ないなと思って、そうですね、すごいお客様思い出しているところに感動しました。ありがとうございます。ちょっと今僕褒められて撮影どころでなくなってきちゃったけど、ちゃんと我に返って、本当にでも僕もお客様思いで、お客様っていうのはもちろんローズマリーさんとかっていうお客様ももちろんそうなんですけど、そこに通うお客様のことを考えてマシンを作ったので、僕も脱毛を経験してて、やっぱりこう高いし、ずっと
長く通わなきゃいけないっていうのがすごく嫌で、今回このハイパワーで最短で抜ける脱毛器を作って、ローズマリーさんみたいに適正な価格で提供してくださると、見てるユーザーの方にはメリットしかないかなと思うんで、時代は変わってまして、何十回何十万みたいな時代から、都度払いで数千円で脱毛ができる時代になってきてますので、結果重視ということで、弱いパワーだと10回、20回、30回、40回通わなきゃいけないんですけど、ネクステだと多分その半分ぐらいで通う回数も収まるので、1回あたりの単価も安くて、通う回数も低いので、大手サロンとかに通うよりも、3分の1、4分の1ぐらいの時間と価格で脱毛が完了するということなので、ネクステを選びたいという方って、効果重視の方が多くてですね、お客様思いの方が非常に多いかなと思います。ビジネス的には、抜けない方が何回も通ってもらえていいんですけど、ローズマリーさんみたいに、本当にお客様を思って、機械抜けるサロンを作りたいという方が、ね、非常に多いので、僕もそれで応援させてもらってます。ローズマリーさんがね、お客様を担当するんですけど、そのローズマリーさんを僕もサポートしてますので、ぜひね、ここに通っていただければ、間違いなく最短、最速で脱毛が終わって、いい価格で、適正価格で終わりますので、安すぎるぐらいの価格なので、僕も自信を持ってね、お勧めできますので、ぜひ皆さんご来店いただければと思います。今回、脱毛導入していただいたばかりかなと思うんですけど、前もやってたと思うんですけど、これからの展望とかもしあれば伺いたいなと思います。これから、光フェイシャル、私自身、ネクステのフェイシャルすごい良くて、実感しているので、はい、ありがとうございます。シミとか、はい。とか毛穴のクリーニングとか、はい、とか悩みが多い方、お肌トラブルに対しても対応していきたいなと思ってます。結構ネクステ脱毛だけだと思ってる方も多いと思うんですけど、実はですねフェイシャルもかなり充実してまして、フェイシャルもかなりおすすめです。僕の動画見ていただくと分かると思うんですけど、女性のオーナーがすごい多いと思うんですけども、フェイシャルとかやっぱ気に入っていただく方が多くてですね、男性でもフェイシャルやる時代ですし、女性も当たり前のようにお肌やっぱ綺麗に保ちたいと思いますので、脱毛もフェイシャルもどっちも業界最上級のマシンだと僕は自負してますので、脱毛もフェイシャルもノーズマリーさんですしっかりケアしてもらえるといいんじゃないかなと。オーナーはやっぱ綺麗なので、そういうところにこだわってらっしゃるんじゃないかなと思うんで、ここに来ればどちらも最上級の施術が受けられると思いますので、ぜひフェイシャルも楽しみですね、はい、バンバン綺麗にしていただければと思います。男性の方も見てたらフェイシャル全然ハードル高くないんで、肌綺麗になりますし、ぜひやっていただけるとねいいんじゃないかなと思います。最後にお店の PR をいただきたいかなと思います。ローズマリーは町田店もあって、そっちはアイラッシュだけなんです。はいはいはい。こちらも含めるとオープンから17年目。すごい老舗サロンだ。もうそんだけ続くっていうのはやっぱお客様に愛されてる証拠ですね。支えていただいて、はい、になるんですけれども、ありがたいことに相模原エリアの脱毛で今口コミランキング1位。素晴らしいお客様にも恵まれてますね。それだけ私たちもお客様に対しての思いと自信があるので、ぜひぜひこちらまで来ていただければなと思っています。相模原もね結構広いと思うんですけど、いろんなエリアから来れる大きい駅かなとは思いますので、脱毛に悩んでる方はここに来れば解消できると僕も断言しますので、自信を持ってお勧めしますので、ぜひ一度ご来店いただければと思います。契約フォームとかは全部概要欄にリンク載せてありますので、そちらからご来店いただければと思います。もしこの動画見てね気になるよとか聞きたいことがあれば、公式 LINE の方からお問い合わせいただければご回答いただけると思いますので、お気軽にぜひよろしくお願いします。口コミがねたくさんあるということは、それだけお客様からも評価していただいていることなんで、内元さんも発信してきていただければなと思いますし、顧客の方はねぜひ気に入っていただければどんどん口コミとか書いていただけたらよりいいんじゃないかなと思いますので、これからも引き続きよろしくお願いします。ということで今回は神奈川県相模原市にありますローズマリーさんに来させてもらいました。答えはねアイラッシュサロンで町田にもあるということなので、アイラッシュやりたい女性の方も、これから脱毛を始めたい方も、フェイシャルを始めたい方もですね、ぜひこちらの口の部店ご来店いただければと思いますので、概要欄のリンクからぜひご来店お待ちしております。それでは本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ではまた。はい、ということで今淵野辺駅に到着しました。全然時間あるんでね、これからちょっとカフェに入って仕事をしたいと思うんですけど、周辺散策していきたいと思います。はい、ということで今カフェで YouTube の台本とかね書いて仕事したりとかして、 2,3 時間ぐらいいたんですかね。かなりね仕事ははかどりました。いよいよこれからね撮影に行っていきたいと思います。はい、ということで今ね神奈川県相模原市のローズマリーさんに行かせていただきました。通いやすいサロンでして、アイラッシュもねやってるので、女性も男性も非常にいいんじゃないかなと思います。これからねちょっと戻りたいと思います。帰ります。
ということで、いかがだったでしょうか。今日はね、神奈川県、相模原市になりますローズマリーさんに伺わせていただきました。かなりね、いいサロンなので皆さん行っていただければなと思います。それでは本日も最後までね、ご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ではまた。